さてレフリーがコロプラドでありますが、ビクトリア・フジミ、ミミ・萩原、シェリル・デイ、天神雅美というタッグマッチであります。シェリル・デイ選手、手前のね、はい、右側の選手なんですけども、はい、金髪で、まあ、あのイギリスチャンピオンとして日本に来たのが初めてなんですが、はい、その後も何度も日本にはやってきております。したがってファンの皆様にもおなじみだと思います。彼女は 3AA のミルドレッドバーグの、まあ、あの秘蔵っ子といいますか、はい、最近はモンスターリッパーがね、なんといっても 3AA の、ま、ミドレッドバーグの一番弟子ということになってますが、その中でも古いお弟子さんの一人であります。さあ試合が始まりました。天神雅美選手が今日はシェリル・デイ選手と組んでのタッグマッチということで、どういった試合を見せてくれますか。放送席の後ろではビクトリア・フジミ選手の大のファンがねずらりと並んでおりまして、盛んに選手紹介の時からビクトリア・フジミ選手に対しましてね、大きな声援を送っております、はい、ね、なんとなく恥ずかしそうな顔をしてますけどもそうそうそう、大きい声で声援してください。ここはあの学校の教室ではないんだから遠慮はいりませんよ。思い切ってやってくださいよ。はい。しかしビクトリア・フジミ選手、今日もあの右の膝にねサポーターを巻いてますけども、はい、あまり良くないのかな。あの学級が癖になっちゃってるそうなんです、だからちょっとやられるとすぐ外れちゃうそうなんですね、はい。先ほども橋本美佐子さんに紹介してもらったんですけども、9月の21日から始まりますね、はい、日米、最高の、まあ、オールスター戦とでも言うんでしょうかね、はい、これに出場する6人の選手を決めるリーグ戦が今真っ只中であります。ビクトリア・フジミ選手も、まあ、故障という勘弁があるので苦しいんじゃないでしょうかね。ミミ・萩原選手も出場してるんでしょ。はい、そうです、ね。ミミ・萩原選手は現在どのくらいの成績でいるんですか。花輪選手とやって1引き分け、はい、で小峰選手と2戦をやりまして、1敗1引き分けなんですよ。あ、そうですか。だからちょっと勝ってないんですね。ちょっと苦しいですね、はい。まあ、しかしこの細い体で本当にねよくやってます。それから新しくサマーシリーズ途中からシェリル・デイ選手が参加したわけなんですけども、松永社長に聞いてみますとですね、最近はあの日本に来る外人選手、はい、日本のレスラーのレベルが非常に高くなったのと、はい、それからあの毎日毎日試合になるんでしょ、かなり過酷なスケジュールなので、はい、持たないんだそうですね。そうなんですか。まあ、あの一流以上の選手が来てるんですけどもね、はい、それでも毎日毎日の試合と、はい、それからやはりあのジャッキーとかね、はい、ブラックペア相手の試合になりますとね、どうしても持たないと故障者続出ということでね、次々に外人選手が入れ替わるわけですよね。かえってあの、まあ、試合を毎日してないとおかしくなっちゃうんじゃないですか。はいはい、日本の選手はそうなんですけども、はい、外人の選手はね、故障者が続出いたしまして、何かあの長続きしないということなんですがね、まあ、あのシェリル・デイ選手は何度も何度も日本にやってきております。もう世界のマットをね、本当に渡りとのように歩いておりますので、はい、そういった意味では大丈夫だと思います。ミミ・萩原選手とシェリル・デイの対戦となっております。手を伸ばしてますがね、ダメです。ミミ・萩原選手が捕まりました。
まあ、今まで日本にやってまいりました選手は全日本女子プロレスの場合は、はい、3WA の、ね、ミルド・レッドバーグ会長のところから送られてくる選手が大部分でね、はい、モンスター・リッパーもそうですし、このシェリル・クレイもそうなんですけども、今度あの9月に始まります日米対抗戦では初めてですね、はい、NWA のですね、はい、まあ、女子チャンピオンのファビラス・ムーラーが率いてくるわけですが、はい、これはあの NWA の系統の選手が退去してくるわけですね、はい、こういった意味でも9月21日から始まります日米対抗戦は大いに興味のあるところであります。さあ天神雅美選手に変わりました。天神雅美と改名してね、はい、最近はまた一層あの貫禄がついてきたというか、体が大きくなりましたね、はい、新規1点でも頑張ってるそうです。はい、ミミ・萩原選手とはですね、はい、まあ、あの橋本さんは国際劇場のね、はい、舞台で共演して、はい、またあの今までと違ったねミミを見たと思うんですけども、はい、どうでした？そうですね、楽屋なんかでもとっても面白いお話をしたりとか、やっぱりなんていうのかな、歌は歌うまいですね。ねえ、はい、生き生きとしてね、はい、歌を歌ってました。ミミ萩原選手。しかしまあ本人に聞いてみますとね、はい、楽しいですかと言いますと、はい、あまり楽しくないと。今はリングの上の試合の方がね、はい、私はむしろ楽しいということを言ってますから、もう身も心もですね、はい、完全にレスラーになりきってるようですね。そうですね。はい。このシェリル・デイ選手は試合巧者というんでしょうか、見てても分かるようにですね、はい、実にあのうまいレフリーのブラインドをついた反則攻撃をもうたくさん出すんですよね、さっきからミミ選手とビクトリア選手、はい、タッチをしてるんですけど、ポロプラドに分からないんですよね。そうでしょ、はい、ね、とにかく何度も日本にやってまいりまして、もうあの選手とは顔なじみなんですけども、シェリル・デイが来るということで嫌な顔をした選手がたくさんいると聞いておりますそれだけまああの嫌がられている選手です。さあ、ミミ、マイト。一瞬のエビ固めですが、カウント2でしたかね。カウント2、惜しかった。しかし、ようやく反撃に転じました。さあ、今度はビクトリア・クズミであります。おっと、痛い方の右膝。大丈夫か？ジャンピングニーパットを痛い方の右膝でやりました。思わずやっちゃうんでしょうね。今度はエルボーであります。これは効いています。さあ、金髪を。何かもう汗で出てますけどもね、引き出せるようにいたしまして、はい、今セルフデーの登場であります。ここでまたミミ萩原選手にタッチいたしました。なかなかうまいタッチワークであります。足を固めました。さあ、ロープを使って足を攻めようというところでしょうか。たとえ軽量の耳でも足の先がロープにかかっておりますので、これは効きます。反則を取ります。ポロプラドレフリーです。まあ、一時日本に来た時はね、めちゃくちゃなあのレフリーぶりで禁止を買ったんですけども、はい、最近はだいぶ CWA の方に松永社長から抗議を、はい、抗議文が送られておりまして、だいぶレフリーぶりが良くなったんじゃないですか。おとなしいレフリーぶりであります。あ、なかなか公正にやってますよね、はい、貫禄のあるレフリーぶりであります。なかなか厳しいポロプラドレフリー。さあ、シェリル・デイを今コーナーに連れてまいりました。ミミ・萩原とビクトリア・クジミ盛んに足を攻めております。キック攻撃、あっと、つま先でね、これはちょっと反則なんですけども、よく見てないでしょうか。右足を盛んに攻めているミミ・萩原選手、最近はミミに対する声援も非常に各界で多くなってまいりました。サマーシリーズも7月に入りました。あっと、エルボーで脳天に一発、いかにもビクトリア・クズミらしいところ。おっと、天神雅美に入ってまいりましたが、すぐにレフリーの厳しい制止にやっております。今日は公平にやってますね。拍手したいみたいですね、はい、さあ、ここでタッチ、綺麗なタッチワーク。
に足を攻めておりますが、これが伏線になるか。最後は足4の字あたりに持っていこうというんでしょうか。天神雅美選手が出てまいりました。さあ片エビ、また天神が出てまいりました。レフリーの静止を振り切るようにいたしまして、何度もリングの中に登場いたします天神雅美。リングのほとんど中央であります。さあここでタッチか。タッチロープを握っていないんで、これはどうか。ああダメですね、やはり認められません。タッチはいたしましたがタッチロープを握っておりません。ちゃんと見ております。あーっと今度は天神雅美が出てまいりました。しかしこれももちろん違法であります、認められません。今度はタッチしました。綺麗なタッチであります。さあ完全にコーナーに持ってまいりました。足を持って下から蹴り上げました。ビクトリア藤見、今日は右の膝ほとんど影響がないようであります。颯爽たる試合ぶり。ああなかなか起伏のいい応援が放送席の後ろから飛んでおります。さあ行った、やはり足4の字に行きました。しかし天神が出てまいりました。おっと、あー2人でかけます、2人でかけます。いやー2人で行った、足4の字、これは見事であります。2人で行きましたね。はい、さあカウントはどうか。あー2人なんでね、こればかりはどうしようもありません。2人でかかってしまいました。今なんとかプロプラドレフリーが外そうとしております。回転いたしまして、今天神雅美選手ロープに逃れてまいりました。向こう側でもシェリブレイがロープに逃れましたね、はい、でもビクトリアさん平気なんでしょうかね、相当に痛いと思うんですけども。さあ、あ、ようやくほどけました。天神雅美の足4の字はほどけました。しかし向こう側ビクトリア藤見がっちりと足4の字をかけております。シェリルデイはエプロンの下に逃れております。しかしビクトリアがね、ああいったあの足4の字をかけていると、はい、右の膝ね脱臼ということがあります。最近はもうこれが持病になってしまいました。ビクトリア慎重に戦わなくてはいけません。シェリルデイが場外に転落いたしました。相当に足4の字効いていたようであります。天神雅美が助けに行きましたね。急遽コンビを組んでおりますので、まだあの息は完全に合ってるとは思えませんがね。3回目ぐらいだって聞いてましたけど、はい、あ、まだ日本に来たばかりのシェリル・デイであります。もちろん何度も来日しておりますが、天神雅美選手が新人ですからね、今度のサマーシリーズ途中から参加いたしましたシェリル・デイとはこれが3回目ぐらいのコンビだそうであります。さあビクトリアとそれから天神の対戦になりました。さあここでまたミミ萩原選手にタッチいたしました。ミミの背中が汗でびっしょりになりました。ああ天神雅美選手もね、もう胸のあたり汗でびっしょりであります。外の気温も今日は高いんですけども、はい、とにかく場内がね、場外員の一息でと、それから照明でね、そうですね、おそらく35、6度あるんじゃないでしょうか。そんな感じのリング上であります。時間が長くなりますとね、やはり体力的にどうでしょう、はい、ややミニハニワラ、それからビクトリア藤見コンビの方が落ちるんじゃないでしょうか。ボストンクラブの体勢に入りました。ボストンクラブだ。しかしシェリルデイが出てまいりました。まあ、どんなにレフリーに注意されようと、はい、自分の相手のピンチになりますとさっと出てまいります、はい、シェリルデイと高橋正美、改めて天神正美、また出てきますよ、こういう風にもう関係なしにさっと出てまいります。思い切りがいいんです。反則にもやはり思い切りの良さが必要であります。躊躇していてはなかなか出るタイミングを失います。天神雅美がなんとかロープに逃れようとしております。上からじーっとチャンスを伺っております。ミミ萩原選手今タッチした。13分を今経過いたしました。あーっと逆に捕まった。これですからね、いやー軽量の耳さっと抱え上げられてしまいました。嘘みたいですね、はい、力があります天神雅美。
さあ今度はどうか、あーっとクロスチョップをまともに喉元に炸裂。さあボディースローではあります。細い体がねリング上にたきつけられております。シェリル・デイに交代いたしました。ミミ歯を食いしばっている。危ない。お腹にパンチ攻撃であります。エビのようになってますね、ミミの細い体が。さあまたもう一回ロープの反動を使って、今度はジャンピングニーパッドか。次々に荒技が耳の細い体に炸裂しております。今度は蹴上げました。あっと耳の反撃、負けていません。回転蹴りが止めに行った。カウント入った。肩が上がっています。カウント2であります。天神が出ました。さあ耳が怒って、今ここでタッチであります。今のタッチロープを握っていませんでしたが、うまいタイミング、はい、ようやく白熱してまいりました。押し倒しました。豪快な一発が決まりました。また一家全体重を預けます。高校を打ちました。ビクトリア藤見、いかにも藤見らしい攻撃であります。髪の毛を掴んでロープに飛ばす。これからどうするか。また一家と一回転して、このまま決まった。エビ固めダメですね。シェリルデーが出てまいりました。もう何度もあのホール勝ちしてるんですけどもね。そうですね、うまいタイミングで来ちゃいました、ね、はい。ミミ萩原軽量ですが、もう前線検討をまたやられました。なんとかなりませんかね、あのシェリルデイは、あっとコーナーに持ってこられましたよ。さあビクトリアちょっとピンチになりました。タッグ戦ではなんといってもコーナーで試合をする方が有利であります。自分のコーナーで試合をやる方が有利であります。ビクトリアが捕まったようです。あっと場外に蹴落とされましたね。ちょうどコミッショナー席ですよ、はい、上田コミッショナーの真ん前に落とされました。ホール席の前であります。さあどうするか。場外乱闘ではちょっとセリフが強そうだ。ビクトリアがやられております。横田凛美選手が出てきましたね。もう何かめちゃくちゃになった。どうしたんでしょうか。横田凛美選手がどうしたのか。天神雅美選手に何かあの恨みでもあるんですかね。いやー今の横田凛美選手の形相はものすごかった。驚きましたね。控え室なんかで何か面白くないことがあるとこういう時にね爆発するんですね。お客様もね、びっくりして逃げ惑っておりましたが、ようやくリング上に帰ってくれました。シェリル・デイとそれからビクトリア・クチミ選手の対戦であります。この試合はタッグマッチですが一本勝負。そういった意味では両ペアとも気を抜くことができません。さあここで天神にタッチ、自分のコーナーで試合を運んでおります。ヤシの実割りを一発くれました。くじみちゃんくじみちゃんという例によって放送席の後ろからファンの声援が飛んでおりますが、ちょっと見なくなりました。天神雅美選手は今度のあのリーグ戦は一応あの13人の選手の中に入ってるんですか。入っています。あ、そうですか。今どうですか、新人どのぐらいの成績なんですか。いや、まだ試合は試合はやってない。あ、そうですか。ナンシーとナンシーと一試合、はい、一戦して負けてる、負けちゃってる。あ、そうですか、はい、そういえばナンシーが今あの調子がいいんですってね、はい。ビクトリア藤見選手が何かあのお腹のあたりを強く打ったんでしょうか。ちょっとコーナーで苦しそうであります。この間にミミ萩原選手がシェリル・デイ選手に捕まりました。18分が今経過いたしました。満員の中港市民体育館であります。ミミちゃんミミちゃんとビクトリア辻選手が大きな声で呼んでおりますが、ミミはコーナーに捕まってしまいました。今あの
ロープで目をこすられたのかな、ねえ、何か相当にほら、同じようなことやってるでしょ、ねえ、あれ、あの摩擦熱であっという間に目が見えなくなるんですね、はい、あっとビクトリアまた場外に転落。いや大丈夫でしょうか。リングの上では天神バサミ怪力を発揮、人間風車の体勢に持ってきました。さあミミちょっとピンチ、動くかばったりと止まりました。また抱え上げてボディースラムであります。全体重を乗っけましてカウント2であります。かろうじてブリッジで逃れました、はい、まだ目見えないようですね、まだあの目がよく見えないんですけどもね、はい、ここでタッチ。さあ一人が決めてまいりました。ミミ萩原選手はほとんど目が見えないようであります。向こう側ではシェルデイリーが来た、強烈なドロップキック、世界の人を股にかけております。渡り鳥シェルデイが日本にやってまいりました。金髪を振り乱して反則のもうし放題という感じであります。さあビクトリア自分であの逃げましたね、苦しくなって場外に逃れました。場外乱闘になりますとちょっと不利であります。場外乱闘はビクトリア不利、向こう側ではミミがシェルデイをやっつけております。おっとバカ野郎というミミ、満員のお客様の中に入れました。シェルデイちょっとやられました。リングの上では天神雅美選手が仁王立ち、ビクトリア藤見選手は膝を打っております、はい、今ようやく向こう側から上がりました。さあしかし天神に捕まった、ロープに振られてクロスショップを、クロスショップ攻撃、あっとうまく逃げた、回転で逃げためにいくと面白い、どうかカウントワンでした、カウントワンでした。さあ重い、いやーよくかかってありますね、体重のある天神雅美、はい、自分の体重でダメージが倍になります。さあまた行くか、ブレンバスターから前に落としました、ものすごい地響きであります。一番細くて軽い、はい、ねえ、耳、さあ回転エビ固めに持っていきましたが、これもダメであります、はい、なかなか決め技はありません、ね、はい、あ今度はネックブリーカーですね、はい、ネックブリーカードロップを食わせました。もう一発いっか、ネックブリーカードロップ2発、これは技あり、3発目、体重があるんできます。ネックブリーカーの体勢に入ったが、やはりシェルデイが出てまいりました。実によくこういった時にはタイミングよく出てまいります。また場外に落ちた、場外に落ちされました天神雅美。リング上ではミミ萩原選手、はい、天神雅美に捕まっています。シェルデイです、はい、シェリル・デイが萩原美美選手を捕まえてるんですね、はい、あれ天神雅美、今上がってきましたね、はい、あ今上がってまいりました。ちょっと危ないですね、美美萩原選手危ない、あっと体当たりを食らわせました。あれが出るとちょっとピンチですよ、はい、さあもう1回、一番体重のある天神、一番軽い耳すっ飛んでいます、こりゃーという天神。さあ今度は抱え上げてどうするか、あーっと落としました。ここでね最後の必殺技を出しますかどうか、シェリルデー、どういう風に料理してくれようというところでね、はい、ピンチになりましたね。さあ人間風車です、後ろに落とされました。さあっとうまいカットだ、カウントが入る、これはうまかった、天神雅美実にかいいタイミングでした。最後は人間風車、ミミ萩原選手が捕まってしまいました。3回目のコンビだそうですけども、はい、どうですか、やはりシェルデイとね、うん、天神雅美選手息はぴったりのようですね、はい、そうですね、場外に持っていくと強いですね、やっぱり場外乱闘もうまいしね、はい、はい。
まあしょうがないでしょう。よく検討いたしました、はい、ミミ萩原選手とビクトリア藤見選手、負けたんですけども今日のお客様も心からの拍手を送っています、はい。今日は茨城県の那珂湊市民会館からお送りしてまいりました全日本女子プロレス。本当にもう暑かったですけどもね。そうですね、はい、これからの本当にこうしてるだけでも汗が出てきちゃうんですから、もう選手の皆さんは大変でしょう、はい、この辺でお別れしましょうね、はい、ごきげんよう、さようなら、さようなら。